どうもさんこんにちは、アゼです。今日も動画見ていただいてありがとうございます。はい、というわけでですね、あったかいですね。今今日が2月の20日なんですけど、なんかねめちゃくちゃあったかいんですよ。ちょっとね、あの公開日とねちょっとズレがあって、あの公開日が寒かったら恐縮なんですけど、今日ねもう今半袖着てるんですが、めちゃくちゃあったかい。各位僕はですね、ちょっと昨晩ねちょっと徹夜の作業とかがあったりして、もう若干眠くてしょうがなかったりもするんですけど、ちょっと休憩時間があったらね、動画でも撮っていこうかなっていうところで、今カメラ回しております。まあね、今日の動画なんですが、まあタイトルにもある通りなんですけど、まあもうね、これでいいかなって思った陶器鉢なり、まあ、プラ鉢の方から、陶器鉢とかそういう観賞目的ベースの、まあ、鉢からあのプラ鉢の方にね、育成メインのプラ鉢の方にちょっと植え替えていこうっていうね動画撮っていこうかなと思っております。というのもですね、あの前々回ぐらいのね動画になってると思うんですけど、まあ、開墾植物とかね、ちょっとアガベ以外の植物のところで、まあ、この植物ねこの鉢に植えたらかっこいいんじゃないかみたいなね、ちょっとこの鉢合わせみたいなのさせていただいて、いろんなねコメントをいただきました。はい、その説はねコメントたくさんいただけた方ありがとうございました。はい、で、その上からのところはねちょっとあのまだ先にしとこうかなと思ってます。まあ開墾植物とかそういうのってね、まだ根っことかっていうのは結構繊細かなと個人的には思ってますので、まあ3月末とかね4月とかそれぐらいになったら、まあ具体的にね植え替えをしていこうと思うんですけど、今日はね根っこがめちゃめちゃ強いアガベの方でね、植え替えをやっていこうかなと思っております。外でね育成されてる方とかはちょっとさすがにまだやめといた方がいいかなと思うんですけど、僕の場合はねこう見ての通りね室内でやってますので、根っこの強いアガベの方はバンバン植え替えていこうかなと思っております。今日2つご用意しておりまして、まあ先ね品種からお伝えすると、これがねアガベのチタノタの白芸とアガベのチタノタブルーになっております。これに関しては僕がね未生して育てたブルーなんですね。これはねもうめちゃめちゃ苦しそうだなっていう風に思うんですよ。まあねちょっと本当に持ってる人にしかわからないようなねレベル感でのものだと思うんですけど、これをねちょっとプレステラのね、大きい鉢に植えていこうかなと思っている次第でございます。はい、でこっちの白芸はですね、あのまあこれもあのかなり思い入れとあの思い出があるね、このアガベなんですけど、もともとねこんなちっちゃい弱々しいね白芸だったんですが、まあ、ここまで大きくなってくれていた、感じの白芸となっていて、まあ、とはいえね、まあ、このね巨子の感じとかこの白芸らしいねこの葉幅みたいなところとかもめちゃめちゃ気に入っている感じのアガベになってます。まさにね白芸って感じがしてかっこいいかなっていうふうに思ってもいたんですが、まあちょっとねこれもねなかなか苦しそうなのと、まあ、最近ねこれね結構葉がね開いてきちゃってるんですよね。とはいえあの葉がねなかなか展開してくれないところもあって、ちょっとねこの上のところがね若干だらしなくなっちゃってるので、ちょっと植え替えてあげることによってねちょっとブーストをかけていくような感じにしたいなと思っている次第でございます。もうねあの鑑賞フェーズに入ったかななんていうふうにね思ったんで、この鉢でねもう終わらせようかなというふうに思ってたんですが、まあ、ちょっとね親心的なところで伸び伸びとちょっと育てたいなっていうところで、今日はねこのプラ鉢の方に植え替えていきたいなと思っている次第でございます。あの植え替え自体は本当にただただ植え替えするだけなんで、あんま面白くないかもしれないんですけど、最近のねちょっと植物時事トークじゃないですけどね、その辺とかもちょっと話しながらねやっていけたらなんて思ってますので、ぜひともね最後まで見ていってほしいなっていうふうに思う次第でございます。はい、というわけでねちょっと前向きなくなっちゃったかな。はい、ごめんなさい。はい、早速行ってみましょう。シュッ。はい、というわけでね早速やっていこうかなと思います。まあ先にねちょっとこのチタノタブルーの方からやっていこうかなと思っている次第なんですが、まあ抜けるかな。もうこの鉢に変えてからどんぐらいだろうな、半年ぐらいかなぐらいになってると思うので、まあなかなかのネバチングだと思うんですよね。はい、これいけるかな。抜いてきます。はい、このブルーはねいつだったかな、ちょうどもうちょっとで2年ぐらいになるのかな、まあ、2年ぐらいになる、アガベになっていて、多分ね僕がほとんど初めて未生した、チタノタがこれなんじゃないかなって感じですね。はい、でねこの子はね本当によいしょ、ちっちゃい頃からめちゃめちゃねいい子で、こんなちっちゃい頃
葉が3枚目ぐらいでもうね展開してくれたんですよね、ぐるっと。だから双葉の卒業がめちゃくちゃ早かったんですよね。でかつですね、こんな感じでちょっとまあブルーっぽくないですよね、これ多分どうなんだろう。まあこの 葉自体はねブルーっぽいんですけど、この虚子がね全部真っ黒なんですよね。だからなんかちょっとブラック&ブルーっぽくも見えるなとか思いつつ、まあブルーで種植えたんで、まあ、僕はひたすらブルーって言い続けてるんですけど、はい、あもう抜けますね、よいしょ、土ね、これねちょっと水ちゃんと切ってたんで、いい感じに抜けました。はい、いい感じにね鉢の形になってますね。はい、でね、まあ、最近ねこのアガベ界隈はね、例のねピーコッキーがね結構話題ですよね。はい、あのピーコッキーの、ピーコッキー発信されてるっていう言い方変だけど、あのダンディーになりたい M チャンネルさんね、僕もともとガジェットの時から知ってて、多分ね椅子だったと思うんですよね。なんかね椅子を2脚ぐらい案件で、もらってレビューしてる動画を拝見して、まあ、そこからね定期的にちょこちょこ拝見していたんですけど、まあ、ある日にいきなりこうビザルグランツの動画を上げ出した時はびっくりしましたけど、面白いんですよダンディさんの動画。はい、でねあんな感じでねこうピーコッキーに関するね話題をね、どうなんだろうな、ダンディさん発信かななのかわかんないですけど、されてね非常に一エンターテインメントとして僕も拝見してるんですけど、僕の友人の子がね、ダンディさん大好きで、まあ、彼はね植物でダンディさんを知ったみたいなんですが、どうやらねピーコッキーのねヤフオクの、プレゼント企画どうやら応募したみたいで、何番か分かんないですけど家に届くらしいですね。はい、当然ねピーコッキーのなんだっけダンディさんがこの間動画で、9月だっけな、なんか秋口ぐらいにピーコッキーテストコンテストみたいにやりますみたいなことをおっしゃったやつ、一応ね参加するって言ってましたね。はい、で僕はねあれなんですよね、うちにもまあオテロイかなで未消してるやつあるんですけど、今んとこねその兆候ないんですよね、長場になってる子が。だからね多分うちはね多分ピーコッキー株ないから参加できたらよかったんですけど、ちょっと僕は参加できなさそうだなって感じですね。 YouTuber の人の協賛がねどうのみたいな話もありましたけどね、あれも面白そうですよね。まあ僕ごときがね、まあ協賛したところであれかなっていうところなんで、僕はねちょっと一旦静観しようかなとは思うんですが、協賛した方が面白いとかありますかねあったらちょっとダンディさんめちゃくちゃ恐れ多いですけど、ちょっと昔から見ていた、まあ、憧れというかね見ていた YouTuber さんなんで甚だしいですけども。でねそんなこと言ってる間にほぼほぼ抜けましたね。うわ元気だね君は、相変わらず。このね根っこの中央部分の密集具合が半端じゃないですね。これ何回かいろんなアガベに植え替えてきたけど、このなんていうんですか、この細かい根っこがめちゃくちゃ多いですね。確かにこの太い根っこもあるけど、めちゃめちゃ細かい根っこ多いですね。ちょっともうちょっとほぐして、いきます。はい、というわけでね、ジタムタブルーの方ねこんな感じで、整理してみました。一応ね時期がねオンシーズンじゃないっていうところもあるので、根っこの整理はほどほどにしました。まあ多分ねこの白いところとかはね生きてるので、そういうのとかは残したんですけど、まあこれ明らかに死んでんなみたいなやつは、ちょっと切ってあげた感じですね。これねちょっとね一旦この空のねプレステラ、後で植え付けようと思ってプレステラに入れといて、後でね植え付けてやろうと思います。はい。まずは、はい。で、この白芸はね、あれなんですよね。ちょっと、今朝ね、間違って水あげちゃったんですよね。水あげちゃったので、ちょっと苦戦する可能性がありまする。一応ね、ちょっと風とか当てて、割とね、抜きやすいようにはしといたんですけど、あ、いや、まだね。
次の話なんですけど、1月とかってなんかあんまり草のイベントなかったと思うんですけど、2月もそうか、2月もあんまなかったと思うんですけど、ソーラン祭があるけど、3月めちゃめちゃ草のイベント多くないですか。なんでちょっとね、あ、もう早速抜けた。ちょっとね、今からどれに参加しようかしらって感じですね。これめちゃめちゃ根鉢で、イベントね、そうイベントが3月のね、まず初っ端からボタニカル、ボタニカル2日と3日だったかな、あったと思うんですけど、それと花友フェスタですよね。あれもねめっちゃ気になるんですよね。カーメンくんさん、カーメンくんさんとかね、普通にちょっと見てみたいというか、まあ、お会いするって言い方だとね、ちょっと直接話したいみたいな感じになっちゃうんですけど、まあね、一目でもお目にかかれれば僕としては満足なんで、ね、ちょっと見れれば嬉しいなって感じなんですけど、ね、いつもね仲良くさせていただいている、まあR3 ラブさんとかグリーンマウンテンさんとかね、新しいプロダクトね発表されてましたよね。見ました、あれ。プレステラに見事ハマる、まあ、プレステラの、まあ、純正受け皿みたいなやつを作られたんですね。まあもうすでにね、プレステラにぴったりハマるみたいな受け皿作ってくれてますけど、それとはまた別のモデルっていうか、って感じらしいですね。今までの受け皿だと、まあ、めちゃめちゃね 3D プリンターで印刷したって感じの積層痕がね結構目立つような感じで、ちょっとね経年変化していくと、その積層痕からね割れたりするんですよね。まあこれ 3D プリンターの宿命なんで仕方ないんですけど、ただ今回のその新しいプロダクトに関しては、まあ、3D プリンター製じゃなくて、まあ、プラスチック製、まあ 3D プリンタープラスチックじゃんって言われたらあれなんですけど、ちゃんとなんつうのかな、型押しのモデルでね作られてるみたいなんで、それめちゃくちゃいいですよね。だからその何でしょう、僕ほらあれじゃないですか、R3 ラムさんのプロダクトめちゃくちゃ今回買ったりとかして、非公認のねアンバサダーだと思ってるんですけど、まあちょっとその血が騒ぐというかね、ちょっと見てみたいですよね。買えるのかな、買ってみたいですよね。てか何なら買えるんだったらもうめちゃめちゃ買いたいな。プレステラうなるほどあるんで、100均のねトレイもいいんですけど、もうそれを見に行きたいですねそうでね、あれねチケット制なんですよね確かね。そうチケット制だからちょっとねまだ買えてないんですけど、多分ね普通に買えるものではあるし、まあ、せっかくならね当日ね、まあ、ボタボタとかも被ってるし行けない人いると思うんで、撮影とかもしたいなとか思うんですけどね。あ、でもカーメンくんさんいるんだな、ダメかな撮影しちゃう。ちょっとその辺とかも全く見てないというか感じだったので、ちょっとねもうちょっと調べてみて、考えてみようかなと思いますね。そう、そんで、まあ、ボタボタも被ってると、でかつなんだっけな、その翌週かな、翌週だったかな、あと富士山フェスタとかもあるんですよね確かね。富士山フェスタもあるし、ちょっとね今回行ってみたいなと思うんですよ。ほら変色ニズムのね岩沢さんとかライフインプラザの早さんとかがなんか楽しそうに行ってましたよね。あれが羨ましいのなんのってこの野郎と思いながら見てましたけどね。2人とも仲いいんでね、ちょっとこの野郎とか言っちゃうんですけど、はい、来たいなーなんて思っていて、まあ、とはいえちょっと静岡だからね、ちょっとねハードル高いですよね。なんか静岡にうまく安く行ける方法とかってあるんですかね。まあいつもね草一緒に行く、まあ、さっきお話しした子がいて、まあ、そいつと行こうかって話してるんですけど、まあ、そいつは別で幼馴染もね、お友達がいるんですけど、その子がねかなり暇な人間なんですが車を持ってるんですよ。まあ正確に言うとその人の親が持ってるね、車なんですけど、まあ、それをね当てにしたいななんて思ってます。まあその子ね僕の動画たまに見てくれてるっぽいんですけど、まあねもしねこの動画見てたら
ちょっと当てにしてるけどいい？いい？当てにしたいんだ。当てにさせてもらえると、喜んでくれる方がいたりなかったりすると思うのでね、ぜひともちょっと前向きにご検討いただけたらなって思ってる次第ですね。抜けて結構ね、バラバラできました。はい、このプラバチいいっすね。なんかなんだろう、根っこの状態がすごいいい気がする。まあね、今日ね、動画としてはね、陶器鉢からまあプレステラにね植え替えるってことで、まあ映え的なところのね観点で言うと、むしろねマイナスにするっていうよくわかんない動画になると思うんですけど、まあね、ちょっと最近ね仕事忙しくてね、全然この草とかできてなくて、つい先日ねデスクツアーの動画上げさせてもらったんですよ。見てくれてる人いますかね。結構ねあれ大変だったんですよねご存知ない人も多いと思うんですけど、まあちょっとこのデスク界隈だとねかなり有名な、弁慶さんっていうね結構大手の会社さんからお声掛けいただいて、まあこれはまあまあ頑張んなきゃいけないなっていうことで、ちょっと気合い入れて作ったんですけど、まあ気合い入れて作ったら作ったでも、もう最近ちょっとそういう気合い入れた系の動画作るとすごい面白いんでね、全然構わんのですが、まあそれにね伴うね、なかなかの大変だったので、ちょっとねガジェット系の動画がかなり滞った感じですね。いやそれにしても暑い、汗かいてるもん今普通に。これねこういう寒暖差がね体調崩すねきっかけになるんですよね。本当ね、かくいう僕も先々週だっけな、なんか動画サボったじゃないですか。まあ、その時ねちょっと健康診断で体調崩したって言いましたけど、その健康診断で弱った体にちょっとウイルスどもがねかっこつけてきやがりまして、結局ね風邪ひいたんですよね多分あれこれ死んでる系、死んでる毛じゃないね、死んでる根っこ。もうね冬の間もまあこれ以上の株はあんま動かなかったですけど、まあ動いたか、動いたけどあれですよね、ほんと小株系はねかなり動きましたね。なんか見ますどれか、これね FO76 なんですよ。これ結構かっこいいですよね。なんかジャガーノートっぽいなみたいな感じだと思うんですけど、これがね結構葉を展開してくれて結構かっこいいなって感じなんですよ。でさっきね取り上げてみたらもうめちゃめちゃ根っこ飛び出てるっていうね、感じで、まあそれは成長するわって感じですよね。これも植え替えるか後で、もうね、結構パンパンなんですよねこれ。あとねこれね前にも見てしましたけど、この純血じゃないけどハイブリッドのジャガーノートね、これもねやっと動いてくれたんですよね。これいやーやっと動き出してくれてありがたい。ちょっと最初行ってもうたかと思いましたけどまあ行ってなかったですね。あそうだ、であとイベントね、イベントの話、僕がよくご厄介になっている北千住の植物屋さんなのかな、植物置いてるんだけどカレーも出してるみたいなお店がね北千住にあるんですけども、あそこの店主のね、宮城さんの方からちょっと前にツイートあったんですが、今ツイートって言わないのかな、あれボタの市、あれがね6月9日にやるらしいです。ちょっとだいぶ先なんでね、多分大事だと思うんですけど、ちょっともしね、その辺結構暇してる方いたら北千住に行く予定作っておいてもらえると嬉しいですね。それ以外にも、ボタニカル横丁かな、それもその辺にね、やると思うんで、まあ、ちょっとごめんなさい今パッと思い出せないんで、一応このテロップ出してくださいね。テロップのところで開催されるのでお繰り合わせのほどって感じでございますね。はい、今回はちょっとパワーアップするらしいですよ。内緒ですよ、宮城さんに怒られそう。はい、こんな感じかな。うん、結構整理しちゃったな。はい、さっきのねブルーの時とは打って変わってバツバツいっちゃったけど、はい、できました。ちょっと話題戻るけど、プレステラのね特製 R3 ラブさん受け皿置きたいですね。これもやっちゃおうかな、もうやっちゃおう、やっちゃおう、やっちゃおう。これかっこよくないですか、これステンレスタグ上がる下の歌 FO76 角田澄さんっつって、三谷さんとこねめちゃくちゃ楽しくてめちゃくちゃ行きたいんですけど、遠いんですよね。
振る舞だいぶがっつり飲まないといけないんで、まあ、その割にはもう 3,4 回行ってるっていうんでしょ、なかなかド M なことやってると思うんですけど、行きたいな、そろそろ。これは折れちゃうよね多分ね。もう皆さんって植え替えとかやってます？僕はね、アガベは結構やっちゃってます。まあ、てか目の前で今やってますね。やってるんですけど、やっぱね、開墾陥没はビビっちゃいますね。うちはまだね、結構休眠してる、この子なんか全く休眠してないですけど、これ以外の子はね、結構バッツリ休眠してる子が多いので、ちょっとね、植え替えは控えてるんですけど、開墾とか陥没とかは控えてるんですが、皆さんもやられてますかね。他にもね、結構やりたいのあるんですよね。これはどうしようかな。これ根の整理はいらんな。ほぼ生きてるな、これ。どうしようかな、これ。サイズ上げる？サイズ上げる？もう上げちゃうか、この際。上げちゃおう。ちょっと撮ってみます。はい、というわけでね、植え替えてまいりました。まあね、何の変哲もないプレステラなんでね、ちょっと植え込みのところはね、もうベランダでちゃちゃちゃっとやってきちゃいました。はい、まあね、それでもね、ちょっと富士綱とかをね、敷き詰めてみたんで、まあ、まあまあかっこよくなったんじゃないかなと思います。まあね、ちょっとね、本当はね、生育的にはね、こう土の乾きとかもね、見やすくするためにこういうね、化粧綱っていうのはない方がね、まあその土の乾き具合っていうのは見やすかったりすると思いますが、今回はね、ちょっとお気に入りの株といったところもあるんで、まあ、せめてもね、この見た目をもうちょっと維持していくっていう願いを込めて、ちょっと富士綱なり、化粧綱をね、ちょっと引いてみました。はい、やっぱね、アガベはね、春とかね、まあ夏前ぐらいがね、一番成長してくれると思うので、まあちょっとそこに向けての、まあ、準備段階っていう意味でも、今回ねちょっと植え替えても良かったのかななんて思っております。はい、でね、今回ね植え替えたことによってこのね陶器橋とかも空いてくれたりしたので、まあ、春ねちょっとこれに合いそうなね株とかあったらこれに植え替えてあげようかなと思います。どれがいいかな、はい、その辺はねちょっとねまたおいおい悩んでこうかなと思うので、こちらのね株の経過など見守っていただければなと思います。はい、というわけでね、こんな感じでこのチャンネルベッセリアでは、僕の最高の暇な時間を捻出したり過ごしたりするための、僕が大好きなですね、こういう植物とか時々ガジェットなんかもご紹介しているチャンネルです。この動画もしですね、少しも面白かったよとか参考になったよって方いらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録、コメントなどなどお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ベストリジャーの安西でした。バイバーイ。はい、というわけでね、アフタートークいつも通り片付けながら撮っていこうと思いますが、いやー眠い。いやーほんとね、徹夜明けってね、どんどんきつくなってるんですね。なんか最近こう定期的に徹夜してるんですけど、まあ昨晩別に徹夜とか徹夜じゃなかったんだよね。いやーもうね、きつい。どんどんきつくなる、徹夜が。うん、手術ってあんま皆さんやんないもんですかね。僕なんだかんだ1年に2、3回やってるんですけど、いつまでも慣れない。昔から苦手なんですよね、手術って。もうね、あれなんですよ、もうね、語彙力がもうめちゃくちゃ落ちてる。まあ、いつもないけど、より落ちてますね。いやでもね、そんな中ね、でもね、こう眠いなーって思いながら、こうぼーっと見てる植物っていいですよね、ほんと。まあ僕のね、今回の徹夜は別にいいと思うんですけど、僕基本ね、こう IT を使ったシステムをまあ作るお仕事を、まあご支援をさせてもらってるんですけど、まあ今朝はですね、まあその別のね、システムチームの方が、まあ、切り替えますと、それのまあお付き合いだったんですよね。だからその切り替えた後に、まあ僕の方で持ってるシステムが動くかなみたいな確認を、まあ夜中にしたわけなんですけど、まあ皆さんって最近徹夜とかしてるのってどういう理由で徹夜してるんですかね。
はい、することはありますまああれかあの資料の納期がどうのこうのとかやっぱそういう系が多いんですかね。はい、もう僕最近そういう悩みみたいのがなくて、まあ、こういうシステム切り替えみたいなばっかりで徹夜してるんですけど、まあ、もしねよかったら皆さんが最近ね徹夜したエピソードなんかも教えていただけたら嬉しいななんて思います。まああのコメントとかじゃなくてもね、何でしょう、なんか演劇とかで見かけた時とかね、そういう時にも教えてくれたら嬉しいです。はい、眠いというわけでもう寝ます。おやすみなさい。